イントロクイズのスピリットミュージック。この番組はイントロクイズサークルオンタマがメンバー共通の趣味であるアニメソングの成分少し多めで、好きな曲やコンテンツの話、さらにはクイズの時に考えていることなどのトークを通して、皆さんと一緒にクイズの世界を盛り上げようと奮闘していく番組です。事前に一つのトークテーマを決めてトークを始めますが、最終的な展開は撮ってみるまで分かりません。今回参加するメンバーは安尾とソキウスです。今回はこの2人でお送りします。では今回のトークテーマに入っていきますが、大きな括りで言えば、またどこか今度やろうと思っている出題範囲の回の一つのテーマではあるんですが、もちろんこれ単体でも考えることで意味はありますし、もしかしたらこれ自体でも何かいろいろと考えが違うこともあるのかななんて考えている回です。一応前の回との比較っていうのもまたできるかもしれません。今回のトークテーマはインスト楽曲についてです。一応この回でのインスト楽曲の話をちょっとだけ軽くしておくと、前にオフボーカル音源の回というのをやったんですが、あちらの回で扱ったのはボーカルの存在を込みで完成している楽曲のボーカルがないトラック音源のことをオフボーカル音源ってあの回では呼んで、今回のインスト楽曲で指しているものは、楽曲の制作当初からボーカルという存在がないものとして一つの楽曲として完成しているもの、そういった楽曲のことを今回は、まあ、便宜的にインスト楽曲、インスト曲という形で呼んで、改めてそれの違いみたいな話を話していこうかななんて考えています。というわけでちょっと安尾くんに聞いてみようかな。はい、安尾くんはさっき言ったような意味でのインスト楽曲って聞きますか？やっぱり自分が例えば声優さんとかの曲をこう好きになるそのきっかけっていうのが、そのやっぱりこうハーモニーとかっていうところを結構重んじてるところもあるので、うん、そこまでこう聞かなくはないんですけど、触手が伸びない感じはします。確かに安尾くんは前の回でボーカルの比重は自分にとって高いなんていう言い方もしていたけれども、はい、だったら安尾くんがそういうインスト楽曲を聞いたときにどういうところを気にするとでも言えばいいのかな、そういった楽曲を聞いたときにどういった感想を持つとでも言えばいいのかな、そういうのを聞いたとき安尾くんはどういうことを感じる？耳に残るその心地よさじゃないですけど、うん、結構その自分だとその声があると割とその印象に残るなっていう、頭に残るなっていう感じがするんですが、はい、例えば移動中とかにそのインスト曲を聴くっていう風になると、なんかこう流れてっちゃうんですよね。流れてっちゃう、ほうっていう感じがしてしまって、声があると引っかかるって感じなのかな、移動中で例えばそういう楽曲を聴いてても。まあそうなんですよね、結構自分はその移動中に音楽を聴くっていうのがメインなんですけど、ただこう声がないとちょっと流れてっちゃって、まあ、心に止まらないとまでは言わないんですけど、ちょっとまあ印象に残りづらいっていうところはあるかなと思いました。一応オフボーカル音源の回では安尾くんは最近聞くようにはなったなみたいなことをオフボーカル音源に対しては言っていたけれども、じゃああえてオフボーカル音源と区別した今回のインスト楽曲って意味では、オフボーカル音源より聞く頻度は増えたりする、減ったりする、それとも同じくらい？そこまで変わらないと思います。ああそうなんだ。割とそのこのオフボーカルっていうやり方とそのインスト楽曲っていうの、うん、自分的にはその分けてじゃなくてこう一緒くたにして考えてたところがあって、まあ、今回はちょっと便宜的に分けてるだけではあるけれども、まあ安尾くんの中ではそこまでそのオフボーカルの音源と、もともとボーカルなしで成立してるような楽曲っていうところにあんまり区別って言ったら変だけど差はないって感じかな。まあ、そこまでこうこれはオフボーカル、これはインストみたいな感じであんまりそういう感じ聞く人はいないかもしれないけども、そこまでこう、まあ、意識して聞いてはいなかったかなって感じです、じゃあまあさっきはちょっと移動してる時みたいな話になってたけども、まあ、一回移動してる時とかは問わずに、さっきちょっと安尾くんが言っていたその耳に残るか残らないかみたいな話をちょっとだけ掘り下げてみようかなと思うんだけれども、はい、
まあ、別に普段なんか落ち着いた時でもいいし、まあ、移動中じゃなくても音楽を聴くってなった時に、はい、ボーカルの存在がないで成立しているような楽曲っていうのはそういう時でもあまり耳に残りづらかったりする？まあ、ただボーカルがあるとなお良いみたいな感じですかね。ああ、なお良いか、なるほど。必ずしも大体のインスト楽曲が残らないかというとそうではないんですが、うん、まあ、ただこのボーカルの有無っていうところだとどうしてもありの方が声が個人的には残る感じがするので、まあ、そっちの方が残りやすいっていうんですかね。それは何だろう、楽曲の展開とかのも関係あるのかな。1番 A メロあって B メロあってサビに来て歌が盛り上がっていくみたいなとは関係あるのかな、安尾くん。でもそれはあるかもですね。曲の盛り上がりっていうんですか、うん、盛り上がるところどこだみたいな感じ。盛り上がるとこどこだかなっちゃうこともたまにあるかなっていうところです、うん、じゃあ以前安尾くんがダンスミュージック的な要素のある楽曲、まあ、スパークルの話とかでそういうキーワードが出てきたけれども、はい、例えばそのダンスミュージックって言われる楽曲の中には、まあ、例えば EDM とかっていうジャンルだとあれも別にボーカルなしで成立しているような楽曲とかももちろんあって、その中ではまあドロップなんて言い方とかでボーカルとか関係なく盛り上がりとしての、まあ、すごくちょっとざっくり説明なんですけど、これも盛り上がるって意味でそのドロップっていうと言われる部分があったりするんだけど、はい、ボーカルなしでその楽曲としての構造として盛り上がるみたいな、そのボーカルなしの盛り上がり方とボーカルがあっての歌の盛り上がりっていうのは安尾くんの中ではその辺なんか違いってあったりする？多分これもちょっとやっぱりそこまでこう深く考えてなかったからこそかもしれないんですが、うん、個人的にはそのやっぱボーカルありの盛り上がりっていうのはやっぱりどうしても分かりやすい、どうしてもそのサビを強く歌ったりとか、うんうん、分かりやすいっていうんですかね。分かりやすいか、もちろんそのインストの方がその分かりにくいっていうことではないのですが、うん、だからどうしてもその際立ち方がちょっと自分の感じ方っていうんですかね、うん、自分の感じ方の中でどうしてもそのボーカルありのがこう際立っているようにこう感じるところがあるのかなと、うん、じゃあさっき言ったようなインスト楽曲での音が盛り上がるって言い方がいいっていうのがあるんだけど、声なしでも音がまあちょっと低音を響かせたりとかって意味での盛り上がりっていうのは、まあ別に全くそれがダメだとか分かんないっていうわけではもちろんないけれども、それよりかはボーカルの盛り上がりの方が安尾くんにとっては分かりやすく聞こえてくるっていうことでいいのかな。まあ、そうですね、楽器オンリーだとこうちゃんと聞くぞっていう体になっていないとやっぱりこう流れていっちゃう感じがするんですよね。流れていくのか、なるほどね。聞いてちゃんとその聞くぞっていう風になってれば、うん、ここは盛り上がりだなみたいな感じで、うんうんうん、多分その感じることはできるんですけど、ただその例えばながらで聞いてるとかだとすぐ後ろでこう流れていってしまうので。ああ。じゃあちょっと今の話を聞いて思いついたもしもみたいな質問ではあるんだけども、例えば、はい、スキャットとかそういった形で声は乗っかってるんだけど歌っている意味内容にそこまで強い意味がない場合とでも言えばいいのかな。ああ、特にその歌詞に意味がないっていうか、うん、声は乗っているんだけど例えば架空の言語で歌われているみたいな楽曲とかさ、例えばね、そういった感じで歌われているような楽曲だとさっき言ったような一般的なボーカル入り楽曲とはまた感覚は違ったりするのかな。なんか自分がそのバックボーンとかそういうところを意識するからなのかもしれないですけど、うん、どうしてもその歌詞があるならその歌詞にこう意味を求めてしまうところはあって、なので結構耳に残るフレーズがないわけではないんですけど、うん、ちゃんと意味のあるその印象的なフレーズに対してのスキャットだとちょっと印象に残り具合は落ちるかもしれないです。なるほど。ってことはさっき言ってた安尾くんの中には声であることの要素も、まあ、もちろんあるんだろうけど、やはりそこには歌詞の意味内容と成分も
その声のハーモニー的な要素にまたプラスアルファされてるって言えばいいのかな。まあそうですね、結構その部分やっぱ自分にとってでかいんだなってちょっと今この問答の中で。じゃあまたちょっと話を少し変えてみるけど、安尾くんは音楽ゲームってやったことある？ちょっとやったことあります。まあ、ちょっとやったことあるなら話少し早いんだけど、まあもちろん音楽ゲームの中にはボーカル入りの楽曲はいくらでもありますが、ボーカルがない楽曲っていうのもまあまあそう普通にあるわけで、音芸曲とかそういう、まあまあ簡単に言えばね、例えばそういうのって、まあ、音楽ゲームをもし安尾くんがプレイするとしたら、ボーカルが入ってる入ってないみたいなのは何かしら自分の中で区別する基準になったりとかするのかな。あるかもしれないです。ああそうなんだ。そのまあ音ゲーの話で言うと、うん、ヒョンさんとかと一緒に、あはいはい、たまにやったりする機会があったんですよ。はい。でそこで、まあ、知ってる曲だったからなのかもしれないですけど、やっぱりそのボーカル入りの曲っていうのをどうしてもこうやりがちで。ああなるほどね。もちろんボーカル入ってない曲なんかもいっぱいありますけども、うん、そこはこうあんまりやってこなかったんですよね。おお、ちょっとなんか面白い話だな、聞けたかも。やっぱり自分がそのボーカル入りの曲ばっかりっていうのを聞いてたから、こう一緒にやってるキョンさんとかもね合わせてくれたのかもしれないですけど、うん、ただそこまでこうインストの曲をやろうと思わなかったというか、まあ、単に知らないだけだからかもしれないですけど。ああ、まあそういう意味では私もその音楽ゲームはまあそれなりにやってるんですけど、ボーカル入りの楽曲がやろうとする上でハードルが低いし、おすすめもしやすいとかって自分の中に思う感覚があるんだよね、なんかね。ああ。別にそのインスト楽曲、私はどちらかというとむしろこのメンバーの中では聴く方の人だとは思ってるんですけど、それでもボーカル入り楽曲が音楽ゲームにあるとなんか若干ハードルが下がっているというか、分かりやすいからなのかは分からないけれども、確かにそういう側面は自分の中にもあるなっていうのはちょっとこの質問を今するにあたって考えてたことで、ちょっとその音ゲーでおけるボーカル入り楽曲とそうでない楽曲っていう話は、まあ今ちょっと安尾くんの中ではもしかしたらつながってたのかなっていうのも思いつつ、じゃあちょっとまた少し話を変えて、あんまりじゃあやっぱり安尾くんはその自分から意識して、まあ、今回の言うところのインスト楽曲に手を伸ばすことはやっぱ少ないって感じ？まあ、そうですね、多分これまでは少なかったと思うんですけど、うん、このスピリットミュージックをやるようになってから、うん、ちょっといろんなの弾かなきゃダメだな、あらららら、と思うようになってきまして、うん、まあ最近はちょこ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 、その頻度は高くないですけど、うん、触れるようにはなってきているかなっていうぐらいです。あ、じゃあ安尾くんの中で最近そういうインスト楽曲を聴くようになってきて、そういう時にどういうところを聴いてるとでも言えばいいのかな、楽しみにしてるって言い方でやってるのもあるんだけど、やっぱりその楽器の音とかだと、うん、ピアノとかが結構好きなので。あーなるほど、まあ、いろんな回で安尾くんも、まあ、私もそうなんですけど、ピアノの要素っていうのはやっぱ大きい。結構その音がこう目立つような曲だとおってなりますよね。あーなるほど、私もそう、ピアノ鍵盤系の楽曲、ピアノに限らずでもいいんですけど、ちょっと鍵盤系の楽曲は結構自分の好みの大きな要素には入ってるなっていう人なので、なるほどな、安尾くんがそういうところを気にして聴くっていうのはちょっと自分の中でも共通点近いところあるし、それだとまた話ちょっと本編からずれすぎちゃうかもしれないけど、私が好きなアルバムの中に、はい、アニソンのピアノカバーアルバム鍵盤っていう、まさにそういうタイトルのアルバムがあるんですけど、あれがめっちゃ良かったなっていう話をちょっとここにくっつけちゃおうかな、はい、でも自分知らなかったのでちょっと今度、いやーほんいいですよ、キミーレボリューションとかその辺の、まあ、有名なアニメソングのカバーを、まあ、ピアノアレンジとかよく使う方とか、まあ、ピアノ奏者の方とかが実際に演奏してやってるアルバムなんですけど、いやこれが良かったなっていう、すごい、そういう楽器特化のアレンジカバーみたいな、たまんないですね本当にっていうのがちょっと今の話聞いてて思い出したので、ちょっとふっと言ってみました。じゃあまあ本題に戻しましょう。そっか、ピアノね。
他のなんか楽器とかで意識してなんかここあこれいいななんて思ったりするとこってあったりする？音楽的な素養そんなにないっていうのがあってどうしてもこのねもうピアノってもう小学の音楽の授業とかでも触れるじゃないですか。あーまあそうだよね。こうまあ馴染み深いっていうのもあって、うん、なのでそのギターとかベースとか、うん、っていうところだと未だにあまりこう良し悪しが分かってなかったりするので、まあちょっとその良し悪しが何を意味するかにもよるけど、私もそんな良し悪しだかって言われちゃうとなかなか厳しいところはあるけれども、あでも私もちょっと思い出したことがあって、はいはい、ストリングスですかね。おお、ストリングス、ゲーム、まあバイオリンだとかいろいろあるけれども、もう結構好きかもしれないです。アニソン的に分かりやすいところで言うと、ワケシマカノンさんのチェロとかっていうのは例えばそういうのはどうだよ。そうなんですよ。なのでワケシマカノンさん好きなんですよ。あーなるほど、私も好きです、ワケシマカノンさんの楽曲いろいろ提供とかもされてますし、なので今ちょっとそれをストリングスあったなっていうのをちょっと今思い出したので言ってみたんですけど、せっかくだからちょっと押しねじ込むけど、はい、アスカさんとワケシマカノンさんのコラボ楽曲で偽物の恋にさよならっていうアスカさんの楽曲で収録されてるのがあるんですけど、これが良かったなっていう話をね、ちょっと押しをねじ込むんですけど、まさにチェロ入ってるし、アスカさんのこの名義でデビューしてからのロック感っていうのともまだ組み合わさって、あこれ好きだなってなった楽曲ですね。ちょっとせっかくだから入れ込みました。アスカ with ワケシマカノンっていう名義で出てるので、それ今日の一曲だったんじゃないですかあーなるほどね。以前も私は本日の一曲でいわゆるインスト楽曲を何曲か紹介はしてますし、まあでもそういう違いの分かる人間になりたいですね。違いの分かるなのかなまあ一回楽器の音いろいろ聞いてみて自分の琴線に触れるものを探すっていう作業が自分の中ではすごい楽しかったんで、自分もやってみたいですね、機会があれば。じゃあまあこの回もいい感じに時間が経ってきたので最後に締めの話題じゃないですけれども、まあ改めて以前カバー楽曲に関する話だとかもしてきた通り、イントロクイズの出題範囲みたいな話に最後ちょっとだけつなげて終わろうかなと思うんですけど、そうくんはまあ仮に出題をこれからしていくとして、はい、そういったここで言うインスト楽曲っていうのはそうくん的にはその出題リストに組み込む上でどういう判断をするかな、入れてこうって感じになるかな。まあ例えば企画とかやるならそのコンセプトにもよりますけど、まあもちろんそうだけどね、まあフリーバッティングとかの中で入れるかっていうと僕は入れてもいいと思っています、うん、あまあまあ入れてもいいって言い方だったらそれ入れてもいいでしょうね、まあ、ちょっと言い方あれでしたけど、ただその、まあ、通常やっぱりこうイントロクイズっていう風に聞いて、うん、多分皆さんがイメージするのがそのボーカルありのやつをのそのまあイントロっていうところだと思うので、まあ、そのインスト中心とまではいかないまでもですね、うん、アクセントとしてではないですが、そういう意味でも、まあ、入れるのは全然ありなんじゃないかなと思ってます、うん、安尾くん自身はそういったインスト楽曲を入れようっていう感じにはなるかな、もし今後出題しようとした時に。まあそうですね、ちょっと全体のバランス見てって話にはなりますけど、まあまあまあ安尾くん自身の出題リストの中にそういったインスト楽曲が入り込んでくる余地っていうのはどのくらいあるのかなと思って。あでも余地は結構あります。おお。今のスタンスとして自分その語ることのできるっていうのを何度も言ってるんですが、そうだね、語ることのできるインスト楽曲が少ないなるほど、っていうことがまだあるので、その相対的にその量は多くないですけども、うんうんうん、ただそのそういう楽曲ができてくれば多分リストには入ってくるんだろうなとは思いますね。うん、私がちょっとこの話題をするにあたって、まあ、ちょっとだけこういう話にもなるかなと思って考えたことが、まあさっき安尾くんの話にも少し出したダンスミュージックじゃないですけど、いわゆるクラブ系のそういう楽曲、まあ EDM もそうですし、そういった感じの中で出てくる今回で言うとこのインスト楽曲っていうものは、まあもちろん今このイントロクイズを趣味でやっている人たちの界隈の中で全く出ないってことはもちろんないんですけど、相対的にそういうタイプのクラブ系の楽曲ってあんまりないかなっていうのが自分の中の印象であるので、もしかしたらそういった楽曲も
なんかクラブよく行ってるような人が好きな楽曲、クラブのアンセム的な、そういったものもちょっとなんかリストにあったら、そういう人たちが反応してくれるのかな。まあ今いる人の中でも、もしかしてそれ以外でも、これから来る人たちの中でもって言ってもいいですけど、なんかそういったことはちょっと考えたりはするかな。幅が広がりそうですよね。うん。もう私も全然そのクラブミュージックに詳しいわけでは全くないんですけど、最近ちょっといろいろとアニメの楽曲主体でかかるようなクラブイベントとかでかかるようなクラブミュージックみたいなのをちょこちょこ聞き出しているので、ちょっとその辺とかも話につながるかななんてのはちょっと思ったりしました。イントロクイズのその界隈でもあまりこう出題されてきているイメージのないジャンルですし、すごい新鮮に思いましたよね。というわけで今回は、まあ、でかい括りとしてはイントロクイズの出題範囲みたいな括りの中ではあるんですが、まあそれにとどまらず、インスト楽曲と今回仮に分けたものの中での、そういった楽曲を普段聴いているかだという話から、ボーカルありの音源との感覚の違いみたいなこともちょっと話せたんじゃないかなと思います。ちょっと他のメンバーの話もどっかで聞いてみたいので、また別の回でそういった話題もちょっと組み込みながらこの話はしていくんじゃないかななんて思っています。ではいつものコーナーに参りたいと思います。この番組では毎回最後に1分以内で今紹介したい曲を持ち回りで語ってもらっています。今日は安尾くんお願いします。お願いします。じゃあ始めちゃっていいですか？大丈夫です。じゃあ行きます。今日今回私が、紹介したいのがですね、ミナとアクアさんのですね、回送列車という楽曲があります。ミナとアクアさん VTuber なんですけれども、こちらそのちょうどですね、その彼女の3周年を記念したですね、あの楽曲、まあ、夏に出た楽曲で、すごい夏らしい爽やかな、楽曲なんですけれども、まあ、ちょっと配信されるところ、時期考えるとちょっと季節外れかもしれないんですけれども、やっぱりこの、VTuber っていうその新しいジャンルを聴き始めたっていう、その自分の新しいこの視点だったりとか、あとですね、作詞作曲がその40メートル P さんということで、そのいわゆるそのボカロ界隈にもこうつながるですね、ちょっと新しい境地と開けた曲ということで、とても夏らしいですね、爽やかな楽曲になってるんで、皆さんぜひ聴いてみてください。よろしくお願いします。まあバーチャル YouTuber の楽曲は今もちろん業界というか界隈がどんどん広がってることもあって、正直、まあ、全体はなかなか聞くのは大変ですが。ようやくこう、触れ始められたというか。これもお勧めされたんですけども。ほうほう。聞いてみたら刺さったっていう。夏な感じか。夏なんですよね。多分これ冬ですよね。なんなら1年で一番寒い時期の配信ではないだろうかと思われますが。逆にこう、上げる？逆のもの聞いて熱量を上げていく感じにして使ってみる？エメの花の歌みたいな感じで歌っていただければと思います。というわけで今回は安尾くんがハマった、ちょっと時期的には違いますが、この時期に聞いてみるのも面白いかもしれないバーチャル YouTuber のオリジナル楽曲を紹介していただきました。ではエンディングです。この番組は水曜日と土曜日の夜7時の週2回、プラスアルファで新しいエピソードを YouTube、SpotifyApple Podcast、Google Podcast で配信しています。概要欄にはその回で話題に上がった曲の中で Spotify で解禁しているものをまとめたリストへのリンクを貼っています。そして各種ポッドキャスト媒体ではその回に関する簡単な振り返りや参考にした資料などを掲載しています。また YouTube や Twitter でのハッシュタグスピリトンミュージックなどで皆様のコメントをお待ちしています。最後に、もしこの番組が面白いなと思ってくださいましたら、YouTube のチャンネル登録や高評価ボタン、Twitter のフォロー、サブスクリプション登録などしていただけると幸いです。それではまた次回お会いしましょう。